山本さんは、鹿児島読売テレビのマスコットキャラクター。鹿児島県出身、鹿児島読売テレビの開局とともに頑張ってきた、鹿児島読売テレビの営業部に所属する、生え抜き社員という設定。2010年秋の組織変更で、広報 PR 室長に昇格。体の色は緑であり、普通の熊であるので、決して人ではない。相棒に黄色い小鳥のホスケがいる。放送中は、コヨーテの地上デジタルテレビジョン放送の局名告知をはじめ、鹿児島市の広報番組、山本さんがゆかほっと、鹿児島や宣伝番組の番組元無作、踊る山本さん天気予報などに登場している。公式サイト上やデータ放送では随所に登場しており、公式サイトのコンテンツ、広報 PR 室が山本さんの情報発信源となっている。踊る山本さん天気予報は CG アニメーションの山本さんが踊る映像を起用した鹿児島ローカルの天気予報。鹿児島読売テレビが開局10周年を迎えた2004年にw-inds. のSUPER LOVER〜I need you tonight〜を楽曲に起用して放送開始された。2005年よりクイーンのキラークイーンを楽曲に起用した CG 映像が放送された。ありがとうございます。